あ、そういえば、今日発表されました、剣持さんの国ウォーズというライブにどうぞ出演させていただきますので、よかったら見てください。タレットがやられた。タレットがやられましたが、よかったら見てください。まあ、ライブ2日って言ってもね、ゲストだからな。言ってもなんか、多分だけど、死ぬみたいな感じじゃないんじゃないかと予想している。タレット展開。わからんけど。頑張るよん。なんかさ、ちょっとエゴさしてさ、一個だけ僕心配事があってさ、まあ、剣持さんのライブも、星川のライブもそうなんだけどさ、ちゃんと持ちさんのリスナーとかが会場に行けるといいなって。まあ、ちょっと僕がこんなことを言っていいのかわかんないんだけど、僕のリスナーに対して不誠実だって思ったらごめん。そういうつもりじゃなくて。まあ、ただ、わかる気持ち。ちょっとわかる？そうなんだよね。もちろん禁止とかももちろんしないんだけど、揃い目系、もし迷ってたら、NHK でも楽しめるよってことを伝えたい。自分の、セントリー設置。単押しの方に。いや、もうダメとか言わないよ。その人を責める気は全くないし。アラームボット配置。まあ僕のソロライブの時に多分似たような感情を持つと思うのよ。グレネード配置。そうなんだよな。俺ソロライブ頑張るからさ。もちろん楽しんでほしいんだけどね。皆様に。お前どうした？わがままもあります。っていう、なんかね、これはなんか言っていいかわかんないというか、なんか迷うんだよな、半分。いや、そう、もちろん、イベントに来てくれるっていうのすごい嬉しいしさ。NHK ありがとうね。ソロコンのエゴサでさ、まあ僕は特にリアクションを起こすつもりはないんだけど、エゴサでやっぱ当落のがどうだったかって人の意見をいっぱい見てるからさ、もちろん。ふとね、少し気になってしまった。まあ、もっと大きい場所でできたらいいよね。いつかね。アラームボットダウン。出た！パイパイドーム。取れた喧嘩は